映画ボーンアイデンティティの元ネタ作品を紹介ということで、今回取り上げるのはボーンアイデンティティです。新しいスパイ映画として今までにない展開に多くの人が釘付けになり、大ヒットした映画ボーンアイデンティティ。その後たくさんの続編が作られることになるボーンシリーズの始まりの作品ですが、実は思いもよらない作品が元ネタになっていました。なので今回はボーンアイデンティティの元ネタ作品を紹介していきたいと思います。映画ボーンアイデンティティは2002年、日本では2003年に公開された作品で、ベストセラー小説が原作のスパイ映画になります。スパイ映画といえば、これまで007シリーズやミッションインポッシブルシリーズが有名で、ボーンアイデンティティが公開された2002年にも007ダイアナザーデイも公開されていますが、このボーンアイデンティティはそれまでのスパイ映画とは違う新しいスパイ作品として観客に受け入れられ大ヒットしました。この作品で監督を務めたダ・グリーマンはそれまでインディペンデント映画を撮っていましたが、この作品の成功によってその後ハリウッド大作を撮る監督になっています。そのダ・グリーマン監督は007シリーズのジェームズ・ボンドという女好きで殺しを茶化すようなキャラクターには共感できなかったらしく、ボーンアイデンティティの主人公ジェイソン・ボーンはジェームズ・ボンドとは真逆のキャラクターにしようと考えていたそうです。なので劇中のジェイソン・ボーンは自分の行動に罪悪感を抱き、また一人の女性を愛し続けるキャラクターとして描かれていて、これが結果的に映画がヒットする要因の一つにもなりました。スパイ映画はたくさんありますが、数あるスパイ映画の中でもダ・グリーマン監督が参考にしたのはリュック・ベッソン監督のニキータだそうで、その世界観を作るためにボーンアイデンティティの美術にはニキータに携わったプロダクションデザイナーが参加しています。で、このボーンアイデンティティという作品はベストセラーで、日本語タイトル暗殺者という小説が原作なんですが、ダ・グリーマン監督はどうしてもこの作品を映画にしたいと思っていたそうです。監督が初めてこの小説を読んだのは高校生の頃だそうで、その頃からずっと心に残っていて、監督自らこの小説の映画化権を手に入れ映画化しました。ただし映画の内容は原作小説とは大きく違っています。映画の中のキーワードになっているトレッドストーンというのは原作には登場しません。このトレッドストーンというのは監督のお父さんの自伝から得たアイデアで、弁護士だった監督のお父さんはイラン・コントラ事件を調査していて、それが元になっています。イラン・コントラ事件というのはアメリカがレーガン大統領の下でイランに武器を密輸し、さらにニカラグアの過激組織コントラを援助するためにお金を流していたというアメリカを揺るがした大事件です。で、この事件の中心人物の一人がイランに武器を売っていた海兵隊のオリバー・ノースという人ですが、ボーンアイデンティティに出てくるクリス・クーパー演じるトレッドストーンの責任者のキャラクターにはこのオリバー・ノースが反映されています。で、ダ・グリーマン監督はお父さんが調査していたイラン・コントラ事件に強い興味があったようで、ボーンアイデンティティの下敷きにしただけではなく、2017年には政府の下でコントラに武器を密輸していた実在するバリー・シールという人物を描いた映画バリーシールアメリカをはめた男という作品も撮っています。なのでダ・グリーマン監督の政治的見解が強く反映されているのがこのボーンアイデンティティという作品なんですが、この作品にはその他にも監督の思いが込められていて、この作品は監督にとってのオズの魔法使いだそうです。記憶を失った男が命を狙われながら逃げ続ける逃亡劇がボーンアイデンティティですが、そこには必死で家に帰ろうとする主人公の姿が描かれていました。この家というのは建物の家という意味ではなく、安心して心を休めることができる場所という意味で、主人公ジェイソン・ボーンにとってその家というのは彼が途中で出会ったマリーという女性です。そのマリーの存在の大きさに気がつき、彼女の元に帰ろうとする一人の男の物語が監督にとってのオズの魔法使いボーンアイデンティティでした。そういう意味で監督はこの作品をアクション映画と思っていません。
ただそうは言っても作品の中のアクションシーンはやはり見応えあるもので、アクション俳優ではないマット・デーモンがアクションを行ったというのもこの作品の見どころの一つです。またパリの街並みを走るカーチェイスも迫力あるシーンで、この作品でカーチェイスシーンを担当したスタントチームは1998年の映画浪人でスタントを担当したチームでもあって、どちらもパリのカーチェイスなので似ている点はありますが、監督は昼間のパリでのカーチェイスシーンを描きたくてこのシーンを撮影したそうです。さらに映画史上有名なカーチェイスといえば、スティーブ・マックインが出演する1968年の映画ブリッドがありますが、ブリッドもこのカーチェイスシーンの参考になっています。なのでボーン・アイデンティティといえばそのアクションシーンが印象に残り、また記憶を失った主人公と一緒に観客が話を追っていくというそのスタイルも作品のヒットにつながってはいるんですが、ただ先ほど言ったように監督にとってはこの作品はあくまでオズの魔法使いで、アクションやミステリーだけではない人間ドラマを描いています。でそれが今までのスパイ映画のようにたくましくてかっこいいスパイというのではなく、弱くて人間らしい主人公につながっていて、その主人公のキャラクターが観客の共感を生み、映画は大ヒットしたんだと思います。ということで今回はボーン・アイデンティティを取り上げました。今までにない新しいスパイ像としてスパイ映画の代表作の仲間入りを果たしたのがボーン・アイデンティティであり、またジェイソン・ボーンというキャラクターです。ジェイソン・ボーンはジェームズ・ボンドやイーサン・ハントと比べると内面的な部分は一番人間らしいキャラクターで、そこが多くの人を引きつけました。でそこにはこの作品が監督にとってのオズの魔法使いであるというのが大きく作用していて、ジェイソン・ボーンの身体能力は人間らしくないですが、彼は罪悪感を感じ自分が犯した罪を償いたいと思い、また自分の過去と決別し心安らげる場所を求めているとても人間らしい人物です。なのでスパイ映画ではなかなか感じることができない人間らしさというのをぜひこのジェイソン・ボーンを通して感じ取ってみてください。ということで今回はボーン・アイデンティティについてのお話でした。